こんばんは。こんばんは、みなさん。こんばんは。こんばんは。今日はね、もうお風呂に入ったんですよ。早いですか？こんばんは。だからちょっとエクステがシニョシニョなんですけど、ちょっと許してください。ごめんなさい。申し訳ない。シニョシニョのエクステとともにお送りします。すっぴん、うん、でもね、あれだよ、リップクリーム塗っ、ん？リップ塗ったから唇に色ついてるけど、そう、見て、シナシナ。乾かないんですよ、エクステだけ。なぜか、なんでだろう、人の毛なのになんで乾かないの。こんばんは、シニョステです。そう、あのね、お風呂上がりはいつもシニョシニョしちゃうんですよ、エクステが。ピンクに見える？本当に？やったー。これピンクが希望なんだけど、ちょっとピンクにしたい。こんばんは。寒い。今日ね、お風呂使ったんですけど、やっと、去年かな、いつだ、去年セリカちゃんにもらったあのめっちゃ可愛いパールみたいな入浴剤があるんですけど、ずっと飾ってたんですよ、私、部屋に。可愛くて、でも使ってみたいって思っちゃって使いました。ついにめっちゃいい匂いしました。こんばんは。マジでいい匂いでした。なんか、何の匂いなんだろう、あれ。とにかくいい匂いだった。そう、なんか10粒ずつだっけ、入れるんだけど、ああ、パールの入浴剤、いいよね。有名？有名なんだ。それめっちゃいい。めっちゃいい匂いだった。何の匂いって言われたら分からんけど、めっちゃいい匂いだった。ああ、セリちゃん、母ちゃんのように肌白くなるといいね。それな。それな。お風呂上がってパックなん、おお、え、私も今日パックしたんですよ。なんか分かんないけど、すっごい今日カサカサしてて、パックしました。久しぶりに。おそろい。いつも夜はそんなパックとかしないんですけど、言っちゃった今日。あのさ、去年だったっけ、去年のさ、みんなにさ、あのバトフェスさんのさ、あの、こんばんは、こんばんは、バトフェスさんのあのいただいたカタログのもらったスチーマー使いながらパックした。こんばんは。パックしてから大肌が綺麗な、あー、バカ、綺麗なのかな。季節の変わり目は、あ、星になっちゃった。季節の変わり目、確かにそうだよね。なんか、なんなん、あれ、ただの水なのになんであんなにいいんですかね。ただの水ですよね、だってただの水がバーって出てくるだけなのに、なんでいいんだろうって思って。こんばんは、こんばんは。お、明日誕生日なんですか。え、お祝いしましょう。明日、今日のがいい。こんばんは。特別な水じゃない、だって自分家の水を入れるんだよ。あの、自分家の水をスチーマーに入れるんだよ。それが出てくるだけ。こんばんは、こんばんは。ネイルはですね、結局こっちにしたんですけど、ちょっと待ってください。これダメです。あの、取れました。取れましたね、はい。取れました。あの、取れたんですよ。だから、また後でやります。ほら。取れたっていうか、まあなんか、半ば強引にちょっと取りました。なんでかっていうと、ちょっとだけペロってなってたのが気に食わなくて、もう完璧にしたかったので、ちょっとうがした自分で。そう。これ、こことここ取れたんだけど、なんかその土台だけ塗ってて、こっちは、え、どうですかこれ、こことここが今取れてて、ここはついてる。ここリボン、クマちゃん、ただのやつ、こっちクマちゃん、ハートみたいなやつ。え、それで今日帰りにまた100均に寄ったんですよ。どんだけこの人帰りに100均寄るんって思いました。すいませんでした。今日も100均に寄ったんですけど、今日はその、あの、違う100均に寄ったんですよ。歩いて帰ったんですよ、とぼとぼ。
トボトボ？トボトボってなんか傷ついてる人みたいだな。トホトホ？トホトホってトホかただの。まあなんですかね。テクテク、それそれそれ。テクテク。テクテク歩いて帰ったんですけど、そしたら違う薬品があって、シェリアさんがあって、でそのマジで使えそうなシールをゲットしてきたんです。でも1個はもう持ってるやつなんだけど、トボ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 って夕日を見ているかみたい。これはシェリアさんですね。これまずこれはもうすでにもう持ってる、あ光ってる、めちゃくちゃ。これはすでにもう持ってるシールなんですけど、なくなってたんで買いました。それで1個めっちゃ可愛いシールあって買おうとしたんだけど、あまりにもなんかシールは可愛いんだけど大きすぎて爪に乗らないなって思って諦めたんです。めっちゃ可愛かったんですよ、それ。そう、めっちゃ可愛くて、こんばんは。そう、セリアさん可愛いよね。あとこれです。わ、でも正直言うとこれも持ってたんですけど、もう一回買った、なくなってたから補充で。次これ、これはなんとブルーです。これの青バージョン、これずっと青いのが欲しかったんですよ。そしたらあったんですよ。え、あるって思って買っちゃいました。可愛くないですか？これ絶対爪に貼ったら可愛いと思うんですよね。だからこの取れてるとこにこの新しいのつけちゃおうかななんて思ってます。すいません、またネイルの話をして。シールね、シール好きです。ここにネイルシール集めてる、いっぱい入ってる。そんなにないけど、これ全部100均。可愛いよね。これ爪に貼る用じゃないです。これは普通のシールなんですけど、私が勝手にあの爪用にしてます。ひこちゃん、こんばんこんばんは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 。そう、勝手に爪用にしてる。これただのシールです。爪用じゃないんですよ。遊びに来てありがとう、こんばん。え、わかる、100均ある時に買わないとね、なくなる時あるよね。めっちゃわかる。あれ、この前まであったのになくなってるって時めっちゃありますよ。そう、あ、確かにサンリオさんのシールとか貼ったらね、いいかも。爪痛まないの？え、ちょっと痛むのかな。でも今んとこまだ無事です。ずんちゃんにまたやってあげて。え、もう私でよければやりますせ、いくらでもやります。そう、ある時に、売ってる時に買わないと。それそれ、100均とガチャガチャ見つけたらすぐ買わないとなく、あ、確かにガチャガチャもすぐなくなる。最近引っ越しでめっちゃ100均つ、あ、引っ越しってめっちゃいいですよね。間違えた。100均ってめっちゃいいですよね。引っ越しに最適なグッズ。でも一人暮らし最初するってなったら100均は絶対いりますよ。サンリオ誰が好きなんやけ？サンリオは DD です。でも特にまあキャラクターとかで言うとキキララちゃんとかキティちゃんが好きですね。でもみんな好きだけど、100均じゃない、サンリオさんはみんな好きだけど、特に好きなのはキティちゃんとかキキララちゃん。でもマイメロとかも好きだし、みんな好き本当に。こんばんは。ハンギョドンだけはどうしても好きになれなかったけど最近好きになった。そう、ガチャガチャ買い逃して後悔。あー、悲しいな、悲しい。ナーマンとカオリちゃんよく100均に買ってるイメージ。え、ナーミーも100均好きなの？そうなの？え、今度100均トークしたい。100均トークってなんだろう。本当に暇があれば100均に行っちゃうんですよ、私も大好き。そう、クロミちゃんと誕生日一緒。こんばんは。あ、ハロウィンの飾りめっちゃ売ってた。よかったね、反響丼だって。そうなの、だからなんか100均は本当に楽しい。100均巡り、この前こりちゃん劇場、こんばんは。この前劇場で見たよ、ありがとう。立ち見の一番後ろ見えた、大丈夫だった、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ポチャッコ好き、ポチャッコ好きだよ。ポチャッコね、昔靴下履いてた。こんばんは。一緒に100均行こう。どこの行くとか言って、物による
かもなんかどこ何を買うときはここの百均が良くてってある。あ、シナモン大好き。シナモン好きだよ。百均ソムリエ。そう、いらないものも買っちゃう。わかる。これ絶対いらないなって思うんだけど、100円だからいっかって思って行っちゃうんだよね。そうだよな。こんばんは。こんばんは。便利グッズ何が、あ、便利グッズはどこがおすすめ？え、それに関してはどこもおすすめ。でも、うわ、なんか見た目重視なんだったらセリアさんだけど、なんかいろんな種類見てから買いたいですって場合だったらダイソーさんの方が種類は多いかも。でもなんかセリアさんはちょっとおしゃれになってるっていうか、こんばんはっていうか、うち最初さ岡山にセリアが上陸した時覚えてて、なんかお母さんがセリアって店ができたらしいみたいなんて一緒に行ったのめっちゃ覚えてるんですよ。百均とも知らずに行ったんですよ。セリアなんだそれみたいな、雑貨屋さん、雑貨屋さんらしいよみたいな、かおりちゃん行こう、行ってみようかとか言って一緒に行ったんですよ昔。めっちゃ覚えてる。いつだっけあれ、めっちゃ前なんですけど、セリアが上陸したの覚えて、あれ上陸したとかじゃなくて近所にできただけだったのかな。私たちは知らなかったんで、もう上陸したんだと思ってたんですけど、ただ私の近所にオープンしただけ。どっちどっち、寒いよかおりん大丈夫、こんばんは。ダイソーとかキャンドゥよりセリアさんが美味しい。あ、そうなんだよね。でもキャンドゥさんもね結構いいんだよね。難しいところだね。明日の東京アイドルショー行きます。上手と下手どっちが見えますか？ちょっと待ってくださいね、今から考えます。じゃあ一曲ずつ言っていきますね。やばい、曲名言いそう、絶対ダメ。オープニングは神手です。オープニング神手、いやちょっと待ってよ、まあ、とりあえず一曲目は神手ってことは確実で、これ何曲やるとかバレたらやばいのかな、わかんないからちょっとやめとこ。とりあえず最初の曲は、あ、じゃあ最初と最後を言うと、最初は神手で、最後は下手です。神手で終わって下手で終わるって感じです。でも待って、全体的に正直どっちも行くかも。どっちもまんべんなく行くし、うん、どっちも行く。曲名言うのかと思って焦った。どっちも行きます。真ん中ら辺も行きます。全部行きます。斜めも行くし、斜めなんて行くっけ、斜めなんてあるから、こんばん、斜めも行くし、多分走らないからどこでも OK。 確かに、あ、上も行きますよ、上も。上も行くし。何騒ぎ天国するんですか。半分出とるがな。下にも行きますよ。あ、裏も行きますよとか言って、全部行きますとか言って、ワイヤーで宙吊りも行きますよ。たい焼きの話。違う、明日のフェス上手と下手どっちが多いって話。確かに、たい焼きどこから食べるって話にも聞こえる。うん、どこも行きますね。みんな言わせようとして、でも本当に結構どこでも行く気がする。抱きつくんですかね、それはどうなんですかね。こんばんは。トロッコはね絶対に乗りませんね。こんばんは。家まで来てくれ。家まで行っちゃいますか。ナイトしちゃう、ナイトどうですかね、どうですかね、モーニングかもしれませんね。穴掘るって何の曲だ、そんな曲あったっけ。こんばんは。みんながボケをかましてきよる。みんながボケを練り歩きあるから、あのコンサートじゃないんよ。家でしますか、それもわかんない、言えないですね。いつぶりのリップグロスかもわかりませんね、それはさすがに。こんばんは。お弁当作るかも、ちょ、それはお楽しみで。言い訳もするか分かりませんね、しないかもしれない、言い訳は良くないんでね、はい、正直に行きましょう。
花火上がるかの、え、それは上がってほしいよ、切実に上がってほしいよ。うち花火見てないもん今年。やばいやばい、みんなめちゃくちゃ予想してる。当たってる人もいるし外れてる人もいる。バズーカ撃ちますか？撃ちません。こんばんは。あ、ヤクルト1000スーパーで買って、そう、私今日ヤクルト1000買ったんですよ。え、人生で初めて、これはと思って買っちゃった。なんか一度でいいから飲んでみたかって、飲んだら普通のヤクルトの味やった。でも美味しかった。こんばんは。熟睡するんだっけあれ、それともいい夢見るんだっけ、どっちだっけ、どっちだっけな。どっちだっけ。おもろー、すごいね、かおりちゃんのファンってありがとう。え、ファン、あなたも私のファンですよね。とか言ってごめんなさいね、そんなこと言って、すいません。もうここ見てくれる人全員ファンの人ってことにさせてください。こんばんは。今初めて釣ってみた。かおりん、かおりん優しいね。なになに、はーちゃん、はーちゃん、あ、今日はーちゃんに会ったんですよ。はーちゃんと会いました、一瞬。めちゃくちゃ久しぶりで、多分、1381日、ありがとう。多分だけども、なんだっけ、あ、コンサートぶりです、はーちゃんに会ったのは。そう、すっごい久しぶりでした。緊張します。なんではーちゃんに会った緊張するの、先輩じゃないんだから。すいません、すいません。こんばんは。ほんと一瞬でなんかもう立ち話、指導型会議って感じだ。一瞬しか、まあ、一瞬といっても結構話したんですけど、そうそうそう、こんばんは、こんばんは。あ、そう、明日ぞ一緒にね、出たかったんだよね、せっかくならさ、せっかくなら一緒に出たかったなって思って。こんばんは。全員で出た、3人増えちゃダメですか。こんばんは、春香織。大丸今日行ってきたよ。お、嬉しい、ありがとう。今日さ、あ、明日で最後だっけ、26までだっけ、5までだっけ、今日までだっけ、今日が最後、え、今日で終わりだなんて寂しいってこと、寂しい、今日で終わりなんだ、そうなんだ。なんだこの顔。かおりちゃんのサイン取りました、ありがとう。うち字汚かったよな、あれよく見たら、ごめんなさいね、なんか急いでて。そう、こんばんは。クリスマスまであと2ヶ月、え、楽しみ、サンタさんだ、うれ、サンタさんなんて来ないんだった私。こんばんは。え、いずみちゃんソウルのイベントで1位だった、みんなすごい、いずみんおめでとう、すごい、本当にいずみんかわいい、会いたいねって言ってるんですよね。でもいずみん10月はイベントで忙しいから、11月とかね、会えたら会いたいなって思ってる。小さいサイン、そう、ちっちゃく書いちゃった。こんばんは。そうそうそう、すごいね、あのサインどうなるんだろう、あれ柱どうなってたっけな、あれごと取れるのか。あ、大丸で、かおちゃんおすすめの方、ホワイトチョコしよう。嬉しい、ありがとう。こんばんは。泉、懐かしいですよ。本当に懐かしい。もう、ずっと、最後に会ったのいつだっけ？もう、でも何年も遊んでない気がする。多分、最後に遊んだのいつだっけ？好きです。ありがとう。泉のモノマネできるよ。自分そんなこと言っとらんよ。うん、難しい。いや、かおりちゃん、なんとかだよ。いや、自分も思ったよ、でもね。わかんない、似てるかわかんないけど。自分って言うんでしょ、泉ちゃんは自分のこと。それが特徴です。そう。自分っていうのが、真似になります。真似するときは、自分。そう、何々したんよって言うんよ。誕生日おめでとう、かおりちゃん一番だったし、やった、泉の一番ゲットしちゃった。サイコパスじゃないよ。似てる？
似てる。こんばんは。かおりちゃんと一緒に配信したいだった。嬉しい。やりたい。そっか、いずみも配信できるから、できるのか。顔出してるもんね。こんばんは。生誕祭行く。嬉しい。声枯れることある？あります。私めっちゃ声枯れるやすいです。この喋り方だからね。枯れた時どうしてる？もう時間の経過を待ってますね。基本的に。やっぱ時が解決してくれるから、喋らないようにして待ってます。そう。か、なんか喉飴とか舐めたりとかします。こんばんは。こんばんは。漢方はあれは吐きます。本当にまずいです、方。まずいですかった。こんばんは。めっちゃまずかったです。それは忘れられないよ。あんなのはもう忘れられないよ。マジでまずいです。もうまずすぎて体調不良になりそうだと。本当に無理なんですよ。そう。これ大丈夫、大丈夫、今は大丈夫だよ。漢方が飲めないなんてまだまだ子供だにゃん。そんなことある？そんなことない。そう、漢方。あー、漢方ナンバー8。嫌いな食べ物、漢方。そう、うち嫌いな食べ物ないんですよ、意外と。今、前はナスビが嫌いだって、カブとかナスビ嫌いだったけど、なんか漢方飲んでからなんか何でもいいなって思ってきた。何でも食べれちゃう、それ以外だったら。こんばんは。タガメよりまずいです。タガメもだいぶまずかったし、タガメはまずいっていうか、もう食感が超絶ゴキブリだった。ゴキブリ食べたことないんですけど、もうなんか虫のなんかこのあのさ、わかる、節、虫の節、わかる、なんかあの節って感じが、もう歯で節をカムカムカムって感じで、マジでわかる、あの節の感じわかりますか？虫のなんかパキッとした感じ、それがもうふしっと、やばいんですよ。こんばんは。本当にやばい。納豆は好きです。なんかもう、衝撃で泣きそうになりました、本当に。好き嫌い多い、本当。でも、大人の方だったらごめんね。大人になったら割と好き嫌いなくなるよ。そう。わかりたくないよね、そりゃ。日本人はまずい方が効くって思いが、あ、そうなんだ。あ、療薬？口に逃がしだっけ。やだ。マジで不死だよ。あれはやだ。でも罰ゲームだったから食べたんやけど。でも意外とその時一緒に罰ゲームを受けた、ナーミンとキョンちゃんとユイリさんはさ、普通に口に運んでたの。で、はい、しかもナーミンとかさ、あ、うん、みたいな。そんなまずそうじゃなかった、すごかった。あ、うん、みたいな。キョンちゃんはと口に入れられなかったんやったっけな、よく覚えてないんやけど、マジでやばかった。声が震えました。どうですかって聞かれた時の声がめっちゃ震えました。そう、こんばんは。こんばんは。やだ、母がお姉さんがな。こんばんは。本当にあれはやばいです。でも何でも食べれるよ、もう。多分テントウムシの素揚げ無理。いや、やめようかとは思ってないけど、思わなかったけど、ただ単にやばいなこれって思った。はじめまして。でも AKB の宿命っていうか、 AKB といえばゲテモノみたいなとこあるじゃないですか。だからそれができたのが嬉しかった。ビンゴでよく見てたんで、一回くらい経験してみたいんで、できて嬉しかった気もするけど、やばい、まずかった。あの後、なんか水を飲みました。もう、あの後、あの、普通の、ペットボトルの水をマネージャーさんがくださって、それってそんなすぐ飲まないじゃないですか。あれを一本全部飲んだんですよ。やばくないですか？全部飲んだんだよ。今日は友達が来てずっとおしゃべりしてた。あ、いいですね。お友達とのおしゃべりって永遠にしゃべれますよね。なんかさ、メンバーとかと遊んだりすると帰り道とか寂しくなっちゃいません？マジでやばい、あれ。ふるるるって感じ。こんばんは。独り言止まらない。
いつまでも口の中に残ってそう。確かに。あ、そう、メンバーといえばですね、この間ね、やっとですよ皆さん、やっとゆずかちゃんとご飯に行きました。ってまだ話してなかったよ。ずっとさ、お互いさ、ご飯行きましょう、行こうみたいに言って、ずっと一向に進んでなくて、やっと行ったんですよ。そう、写真載っててくれてたよね。可愛かったです。そう、チーム4の時から一緒で、そう、ゆずこい、うん、よしはしさんのゆずちゃん、めっちゃ楽しかったです。こんばんは、こんばんは。なんかカフェに行ったよ。てかもう行き当たりばったりみたいな感じ。最初のお店は決めたの。いや、てかまずさ、私ちょっと先輩らしさを出そうと思ってなんかあの先輩らしさを出したくて、まず最初に私なんかそのお店はね、ゆずちゃんが決めてくれたんだけど、いやもうその時点で先輩らしさ出てないやんって思ったらごめんなんだけど、違うの。それでそこの駅を調べて、あ、この店はこの駅が近いんだって思って、私が何々口、あ、なんとか、例えばさ、駅ってさ、なんか A の6とか A の1とかあるじゃないですか、駅、東京って。でそこが近かったからさ、うちそこ調べて、ここ近いから、ここがすぐだから、何々とこが近いからそこでみたいな言ったの。そしたら私いざ行ったらなんか閉鎖されてて、そこ早速先輩失敗しとるやんって思って、私が言ったとこなんか閉鎖中だったの。閉鎖することある？出口。本当に恥ずかしかったんだけどめっちゃもう幸先不安でしたねせっかく先輩らしさを出そうとしたのにごめん閉鎖されてるってそう、めっちゃ楽しかったです。そうやっちまってるやん。めっちゃ楽しかった。いっぱい喋ったよ。あとプリクラも撮ったし、あとね、あとね、あとねやっちまったあとね、あ、ゲームセンターも行ったし、めっちゃ楽しかった。あ、ネットで調べただけだったらやっぱそうなんだ。工事とかね、先輩失敗って語呂いいですね。確かに先輩失敗、失敗先輩、先輩失敗。タガメからお話が楽しいお話に変わりましたね。それな、いで、ボケってた。それな、めっちゃ楽しかった。またお出かけしたいな。こんばんは。なんかね、あのね、2つ行ったんだけど、なんかもう一個のところもうめっちゃなんか夜景が見えてめっちゃ綺麗だったの。そう、しかも人少なかったの、お客さん。これは穴場ではって思った。めっちゃ楽しかったよ。こんばんは、こんばんは。何分前に集合場所着いた私え、でも心がけてるんですよ。私マジでこの前マネージャーさんに迷惑をかけたことがあって、はじめまして、そのマネージャーさんの言葉を聞いてからなんか気をつけようって思ったんだけど、なんか私集合よりすごい早く行っちゃうタイプで、お仕事とか友達とかメンバーとかの時はまあ15分前とか10分前とかなんだけど、お仕事だともっと早く行っちゃうのね。それで、でまだ集合時間になってないのにマネージャーさんがすいません遅れますみたいな言って LINE してくださって、でも集合時間になってないから遅れてないんだけど、なんかいや、かおりちゃんいつも早いんで申し訳なくてみたいに言ってくれて、なんかごめんなさいって思ったの。なんか本当はその時間に来ればいいのに、私が早すぎることを知ってくださってるマネージャーさんは私に合わせてまたはさらに早く来てこようって言って、私はいいんですよ、全然行ってから待つ方が好きなんで。ただなんか遅延とかが怖いから、そう、逆に気使わせちゃったなって思って、それを聞いて、あ、もうちょっとギリギリに来た方がいいかなって思ったそう、逆にさ、逆に迷惑私逆に迷惑かも、どうしようこんばんは。いいんですよ、私はね全然待てるんですよ。待たすより待つ方がいい、断然好きなんです。そう、
遅延恐怖症。そう、この前の MC でも言ってた、怖いものは怖いものを言う MC だったんだけど、遅刻です、怖いものは遅刻ですって言ってた。こんばんは、こんばんは。そう、余裕持ちたいの。そう、怖いからさようやく気がつきました。でも私は早く行くよ。でも私最近使うのが、ついてもまだついてないって嘘つく。そしたら向こうも急がないでしょ。そうそう確かに早めについて違うところで、うん、遅刻したくないから怖い。早く行かないと香織ちゃんが待ってるそう、でもこれいい時もあって、なんか早く着くやつに設定しとったんやけど、うちが電車乗り間違えてちょうど5分前に着いたことがあって、その時はあ、でもよかったって思った。そう、早く着いたら近くの喫茶店で時間潰したりしません。なんか1時間以上あったらするけど、ちょっとだったら待っとく。だって逆にそれで遅れたら怖いし。こんばんは。待たされるの嫌な人じゃない、待つの平気。待たすのが嫌かも、どちらかというと。待つの待てるしけど、待たすのが嫌だ、もう精神的に無理精神的に申し訳ない。こんばんは。精神的に申し訳ないってなんだ。そうそう、ついてないのについてるって一回だけ言ったことある。面白い、気まずくないそれい全然いい子じゃない、ただのね心配性、ただの心配性ですね。待ってる時間無駄？いやでもそんな、なんかいろいろできるし、全然待ってるよ。なんか人間観察とかしたりとか。そう怖い、困ってたりしない、わかんないでこの前 MC でさ、その B の MC の時になんか、先輩なのに早くついてるでとかさ、言うちょっと気まずいですみたいになっちゃったけど、まあ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 、まあそれはいいんですよ。私なんかそれで、あれ後輩なのに遅いじゃんとか思わないもん。ただ自分が遅刻したくないだけだから。こんばんは。それだけ、ただその理由ランランランの歌詞みたい。確かに、でもあれはデートじゃないですか。うちデートやなくてさ、普通の時でも嫌やもん。待たせるより、あ、ダークナイトさんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な一年にしてくださいね。おめでとう、おめでとう、おめでとう。同じアバター、あ、アバターさ、あれかな、ピンクのクマちゃん。これね、実はね、ショールーム1周年記念の時限定みたいな感じだったんですよ。だから今はねないんですけど、ほんとすいません、ありがとう。え、これのことかな、これだったらそうなんだよ。こんばんは、めっちゃごめん、めっちゃごめんとか言って。ランランラン楽しいよね。走れ私全速力で渋滞したランランランはちょっと遅れてますね。走れ私全速力で走れって言ってるから。こんばんは。なんか私ね、何事も早くしたいタイプなんで、なんかもう早くし、早くっていうか余裕を持ちたいというか、なんかもう焦りたくないから常に早くしてます。そう、こんばん、こんばんは。明日それですか、どうでしょうかこんばんは。せっかちなのかな、せっかちというか、せっかちなのかも、どうなんだろう、なんか自分に対してせっかちかも。人に早くしてくださいってことはないけど、自分がせっかち。なんかもう早く、公演前はもう早く着替えたいし、早く着替えたいとか、早く着替えておきたいし。でもこの、これはもうね、性格だからどうしようもない、もう昔からこれなんですよ私もう。だからそう、もう無理です。マイペースの人許せますよ全然。人は関係なんか、自分が早くしたいタイプだからそう。そんな香織ちゃんが好き、本当に優しい。あ、ワクチン接種お疲れ様。そう、安心したい。バタバタしたらね、なんか
あれ心配しちゃう。お母さんは、いやそんなことないかも、私だけかも、家族私だけか聞いてください。なんか褒めてるのか褒められてないのかわかんないんですけど、私昔から親にね、あの親によく言われてるのがなんか絶対お兄ちゃん頭良くていいなとかよく言ってたんですよ、ちっちゃい時に。いいなお兄ちゃんは頭良くてみたいな言ってて、二人とも私より頭がいいんですよ、いいなって、遺伝子全部持ってかれたのかなとか言ってたら、父さんと母さんが口を添えて、いやかおちゃんはね努力できるし一番真面目なんだよとか頭いいよとは言ってくれないなと思って、もう家の中で一番努力家だし一番あれ真面目だからとかええそれっておいそれ褒められてる、それともオブラートに包まれてる包むのはラッピングだけにしてもらってフフ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 、お母さんそれ褒めてるのってみかん言うよね。ベレー帽が似合う、本当？確かに私一時期ベレー帽キャラだった時あったよね。なんか一時期研究生の時にめっちゃ衣装さんがベレー帽を選んでくださってたことがある。最近なくなっちゃった、忘れられちゃったから、もう寂しい、もうベレー帽キャラじゃなくなったあったよね一時期、絶対にベレー帽だったのに最近一切ベレー帽当たりません。こんばんは、寂しいです全然ベレー帽じゃなくて何でも嬉しいんだけど、ベレー帽当たんなくなっちゃったこんばんは。あ、丸顔の子はベレー帽かぶり、あ、そうそう、チーム4の衣装はベレー帽でした、あの青い衣装、あれいいよね、あの衣装大好きなんだよね。チーム4だけど青だよねあれ、いやめっちゃあれ好き、着ぐるみ似合う、ほんと？公式写真ベレー帽だった時あったっけ、ああったあった、いつだっけ、2回目ぐらい、私服でベレー帽持ってるよ、でも最近かぶってないけどね。こんばんは。あ、マジムリの時はねあれベレー帽ではないんですよね、なんかちょっと違うんですよ、そうなんかちょっと違う、あ、チューズミーもねちょっとあれベレー帽じゃなくてハットなんですよ、まあ帽子っちゃ帽子か。こんばんは、愛を選んでください、めっちゃチューズミー初めてやった、めっちゃチューズミー初めてやったって意味わかんない、チューズミー初めてやった、なんかチューズミーとセットじゃないけど一緒な感じの遠距離は何度もやったことあったけど、チューズミーの方は初めてやった。みんな性格もいい子だし、なんか海のイメージ、海で裸だし、きっと私圏外、マジムリ時代の癖はもう抜けてる、マジムリ時代の癖は抜けてるよ、マジムリ時代の癖なんだっけ、オラーってやつか、衣装似合ってた、嬉しい、やった、たった一つ勝てる子、わかる、足クロスさせるの、みんな性格もいい子だし、きっと私圏外のとこだよね、ね、MV 寒そう、楽しかったな武道館、雰囲気ぴったり、本当に嬉しい、チーム P 鉄パイプ、鉄パイプな、鉄パイプ最近使ってないな、使ってたら問題か、捕まる、楽しかったですねこんばんは。でもね、あのね前にね、岩かけるって池袋じゃないですか、で池袋を撮ったのこの前、そしたらめっちゃ懐かしかった、うわここだって思った、そうここはもしやあの岩かけるへの道ではって思った、そう最近使ったんだよねって言ったら、ほら
あれ持って帰ってないんですよね、鉄パイプ。あのなんだっけ、小道具さんが作ってくれてたやつ。そう、サンシャイン劇場ずっと迷子になってた。てか初めてサンシャインに行ったのさ、さやさん、さやちゃんと行ったんですよ昔。その時になんか池袋で迷いすぎて変な催し物の会場に入っちゃったんですよ、間違えてやばい参加してしまうって思って出た、急いで。なんか建物に入りたいのになんか催し物会場に入っちゃった、これどこだってなって。そう2人とも方向音痴だから全然もうわけわかんなくなっちゃって。あのね、池袋の水族館に行ってペンギンとかを見たよ、めっちゃ前だけど。東急ハンズ、あーそうそうそう、東急ハンズ潜っていくところわかる。東急ハンズ潰れなかったっけ、あれ潰れてないっけ。なんか池袋ってさ、すごい街中だよね、めっちゃ。こんばんは。なんか池袋と新宿って兄弟みたいじゃない、出口めっちゃあるし。マジでマリオ並みに出口ある。タラッタッタラッタッタンタッ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 。サンシャインの中でも迷子になったことある。なんか気づいたらさ、アルタなんてありましたっけ、アルタ。なんか気づいたら違う店に入ってたことある。なんかイオンにいたけどジャスコに行っちゃったみたいな感じの、わかる。かおりちゃんとお出かけするとハプニングたくさん出ないそう。ハプニングも起こすかもしれない。ハプニングにも付き合ってくれますか、ハプニング。イオンにいたけどジャスコあるでしょ、ない。え、アルタは新宿、あれ池袋のサンシャインはなんだっけ。なんかサンシャインじゃない店入ってない、サンシャインの中に。なんかよくわかんないです。え、池袋にいる8割の人は埼玉県民。え、そうなんだ。じゃあはーちゃんもよく行くのかな、池袋。かなちゃんとか行くのかな。イオンとジャスコ一緒。え、そうなん、一緒だったん。え、うち別の店に迷い込んだんやと思ってたわそもそも一緒なのか。ほうほうほう、え、そうなんだ。埼玉に近いのか、行けるか。あ、埼京線に乗るってこと？はあ、はい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 。池袋は AKB の茨城県民がよく言ってる。めっちゃ特定されそうだね。茨城出身の方って、二人かな。まほちゃんとりんさんだよね。ジュリさんもだけど、ジュリさんは今卒業してるから。こんばんは。こんばんは。みんなはどこで買い物とかするんですか？そうか、東京じゃない方も、東京だ、あ、じゃあそうか。あ、じゃあそうかとか言って。いや、わかんない。東京じゃないとこはわかんないかもしれないけど。気になる。いとご？え、一緒じゃん。横浜？あ、横浜ね。え、私一回一人で横浜行ったことあるけど分かんなくてすぐ帰った。なんかどこ行ったらいいか分かんなくなっちゃって帰っちゃったんだよね、すぐ。なんか横浜に行って東京にもある店で一個だけ服買って帰った。めちゃくちゃこれ東京にもあるとか思いながら。そう。ことがある。いつか。いつだっけな、一昨年か去年くらい。そう、一人で行って、なんかもう、なんか何したらいいか分かんなくなっちゃって、私、そう、すぐ帰っちゃうの、私分かんなくて、私、人と行かないと分かんないって、なんか、あの、ディズニーランドのチケットってか、あの、年パスをさ、もらったじゃないですか、あの、ステファイで。それも使おうと思って、一人で行こうと思って行ったんやけど、入り口付近でよく分かんなくなって、すぐ帰った。やっぱ人と行かないと楽しくないわ。そう。横浜も出口難しい。あ、そうなんや。モアーズって何？なんか、スヌーピーが、おっきいスヌーピーいるところでちょっと諦めかけてた。あ、岡山のイオンはね、好き。あ、岡山駅前のイオンで買い物してるの？いいよね、私もよく行ってたよ。そう。握手会では行ってるけど、握手会って、
その横浜散策したりはしないんですよ。そうだから全然行ったことなくて、みなとみらい、みなとみらいって人の名前みたいになっちゃった、みなとみらいか。こんばんは、みなとみらい。いやそういう名前の人ワンチャンいるんじゃない？だってみなとさんっているし、みないみらいって名前もいるし、みなとみらいですとかいそうじゃない？みなとさんがちょっと未来ってつけたらみなとみらいになる。こんばんは。それか子供2人できてみなととみらいにしたらみなとみらいね。てかみなとみらいってなんていい名前なの？かっこよすぎるでしょ。あ、かおりちゃん出身はどちらですか？ああみなとみらいですって言いたいんですけど。あ、それか劇場の自己紹介で、それではかおりんからどうぞ。はい、みなとみらいから来ました稲垣かおりですってが言ったらかっこいいですよね。あ、みなとみらいって言わないの？横浜っていうのか、そもそも。タワマン、タワマン、え、タワマンってさ、そんな別に憧れないけど、あ、別にあれだよ、あの、やきもち焼いてるとかじゃなくて、ただ単にあの、そんなにいいの？住んでみたら良くなるのかな？家にこだわりないんだよね。なんかタワマンがいいなとか、そんな、なんかどこでも、あ、でも、だって大変そうじゃないですか、いっぱいエレベーターとか。そんなことないのかな？でもか、でもさ、上の方だと景色とか見えて絶対綺麗だよね。それはちょっと羨ましいな。あとちょっと高いのかな。タワマンの上は虫いない。確かにタワマン壁が薄いの。え、そうなの？嘘。将来住むとしたら、でもうちは家とかさ建てれないんですけど、建ててみたいです。なん、あの、親に家をあげたくて。絶対無理なんですけどね。母さんと父さんに新築あげたいなって思って。なんでかっていうと、うちは今ボロ屋なんですよ。ボロ屋っていうか、いい意味で日本家屋すぎるんですよ。でもうちょっとボロボロなんで、そう、本当に築100年レベルなんですよ、マジで。これはマジで心配になってくるんですよ。なんかもう大丈夫かなって。そう、でもそんなことできないんですけど、そういうぐらいのお金があれば建ててあげたい気持ちはあるんですよ。気持ちはね。そう。いや、わらぶき屋根ではないんですけど、なんかマジで、なんか一応ちょっと直してたりして、瓦とかなんですけど、そう、14階建ての14階以外。え、なんで14階？めっちゃさ、なんだっけ、めっちゃあれじゃない、なんて言うんだっけ、そういうの、なんで14なんだろう。あ、それピンポイントって言いたかった。それピンポイントだね。この前さ、これ話したっけ、 TikTok でさ、エレベーターでさ、なんか異世界に行く方法みたいやってて、ちょっと怖かった。昔の家は柱がしっかりしてるイメージ。いや、そうなのかな、なんか心配、急に崩れたりしないかなって思って。真面目に働いてれば誰でも家建てれるよ。本当に？そうなん？あ、ローン組めばいいってこと？ヒロシじゃん。15階以上になるとガスが使えない。え、そうなんだ。じゃあ15階以上の家は火が、あの、 IH ってこと？え、知らなかった、初めて知った。え、皆さんは IH かガスどっち派ですか？とか、どんな話これ。どんな話って感じなんですけど。でも私思うんですよ。ばあちゃん家に行った時に、やっぱガスで食べるお好み焼きは美味しいなって思ったんです。IH もいいんですけど、あ、ガス派なんだ、意外。なんで？やっぱ料理が美味しい？それとも困んないから、電気使えなくなった時に。ガスしか信じません。そうなんや。なんかうちね、実家ね、あの、父さんが IH にしたんですよ。昔はガスだったんですけど IH にして、でそっからあと11時まで10分です。やばいやばい、やばくはないけど、ちょっとやばくないです。もう明日の練習したし。いやけど
ッケー、あと5分くらいで。じゃあそれで何の話だっけ、あそれでなんかばあちゃん家はガスなんですよ。でばあちゃんのあのボロボロのフライパンで焼く、ボロボロのフライパンで焼くお好み焼きが本当に美味しいです。もうなんか使い込んでめっちゃボロボロなんですよ正直。それがいいんですよ逆に、マジで美味しいの。マジでおばあちゃんのお好み焼きみんなに食べてほしい。あとおばあちゃんのパンケーキもめっちゃ美味しいの。なんかもういつのフライパンみたいな、すごい深いなんかもうすごい鍋ですみたいな、すっごいフライパンなんですよ。そうあれがいいんですよ。それわかる、わかるだよね、いいよね。そうフライパンめっちゃいい。なんでおばあちゃん家のご飯って全部美味しいんだろう、マジで大好き。マジだって学校帰りにわざわざおばあちゃん家寄ってさ、卵かけご飯とか食べて帰ってたもん。フライパンうまいこと言わないで。ありがとうございます、山田くん。山田くんに座布団もらおう。 ありがとうございます。うち座布団4つあるんだけど部屋に、これが2個とあとこれが1個。違うんよ、なんかこういうの買うときにさ、これはでもこれ上京した時からあるやつかな。なんかお母さんが1個買おうとしたら2個買っとかれって言うんですよ。お母さんってなんか知らんけど2個買われって言いません、うちの親だっけ。マジでなんかその家具とか買うときに、家具っていうかカーペットじゃない、こういうさなんか敷くやつあるじゃないですか、それ買うときに2個買っとかれって言うんですよ。なんで1人なんだから1人でいいじゃんって言うんですけど、いや2個ある方がいいがとか言って、そう2個。まあでも確かにメンバーが来た時にね便利って言葉に気づきました。親あるある、お客様よ、お客様だってメンバーしか来ないですよ。だってお客様って人は来ないじゃないですか。ジョージ座布団にしたことあるよ。グスはだ、グスがいいのか。まあでも見た目的にもさ2個置いてる方が可愛いけどね。お兄ちゃん来たことある昔、でもお兄ちゃん1人来たことあって1人来たことない。長男坊が長男坊って言い方する、お兄ちゃんのこと間違えた、長男が来ます、長男坊とか言っちゃった。長男は来たことあるですけど、次男は来たことないです。ちなみに次男は東京に来たことがないです、一回も。そう一回も来たことない。新幹線にも乗ったことなかったんで最近まで。そうすごいですよね逆に。次男坊長男坊とか言っちゃった。そう東京に行ったことない。でも私も AKB になってなかったら多分東京に行ってなかったと思う、一生。一生ってことはないけど。そうこんばんは、かおちゃんなーに、なーに、うん、ライブ見たことない。長男も次男もライブ見たことあったわ、間違えた、奥山の協定のライブに来てくれたことがある、奇跡的に来てくれました。それでさ、まあ言わないけど、言わないけどってか、その時のメンバー、誰々さんが可愛かったとか、俺は誰々さんが可愛かったとか言って、あ、やっぱ可愛いよねとか言っちゃった。そう。すごい意外だった。なんかそういうこと言うんだって思って、なんか、なんかアイドルとか全然知らないからさ、なんか、可愛いとか思うんだって思って、そう、かおりちゃんじゃないですよ、私なんて1ミリも1ミリもまずそんなわけないけど。そう1ミリもそう。っていう面白い、初めてそういうの聞いたんですが面白かったです。こんばんは、こんばんは。泣いちゃダメよ、泣いてる、泣いてないよ。ここにいるみなこちゃん、ありがとう。お兄ちゃんの恋バナ聞いたことないです、マジで。これだけは言わせてほしいんですけど、一回も聞いたことなくて。そうなんです、そういう話してもらったことないです。私絶対照れてないよ。
1ミリもそう、本当に聞いたことない。逆に一番可愛かったよって言われたらどう？え、え、嘘つけって思っちゃうかも。こんばんは。あ、54分ありがとう。そろそろじゃあランキングしようかな。盛り上がってるけど盛り上がってない、私だけは盛り上がってるこんばんは。お兄ちゃんの奥さん誰推し？え、わかんない、聞いたことない。誰推しなんだろう、誰推しなんだろう、わかんない。こんばんは。あん、みんなの推しとか聞いたこといるの？なんかあんま知らないんじゃないかな知らない疑惑？今ピークに盛り上がってた、ピークだった今。じゃあもうちょっとだけしちゃおうかな、あとちょっと。じゃあ11時にしよう。ポリポリね、待って、ピークになった瞬間にコメント止まったんだけどみんなお願いコメントカモンカモンちょうど止まりよったごめん、うちが無言になったっけじゃあ11時ぴったりになったらあと4分間付き合ってください。ピークとは何だったのか盛り下がった今、やばい、一瞬盛り下がりました、ごめんなさい。いや疲れますよね、ずっとコメントとかありがとう、本当に感謝です。コメントがないと成り立たないから本当に感謝してます、いつもありがとうピーク超えちゃったやないかい超えてしまったけど、もうちょっと待ってくださいピークお疲れ様、お疲れ様です。コメントセンスなくてごめん。え、センスない人いないですよ、みんなセンスがある。だからセンスなんていらないです、もう何でもいいです、嬉しいですノーコメントAKB 加入時の家族の話、それ覚えてないんだよね、なんか全然覚えてなくて、意外と6年前だからさ覚えてなくて。ご飯食べた、食べました、今日はネギの鍋を買いました、買って帰っちゃった今日。え、今日さ朝ごはん以外全部買ったやつ食べちゃった。そう、あのね、あのね、あのでもチョコプリンが売ってたの、チョコプリンケーキ、チョコプリン買いそうになったんだけど我慢した。だってだってさ、その時点で6時過ぎてたの、うわ6時過ぎてるわって思いながら、でも食べないとお腹空いちゃうからもう我慢できなくて買っちゃった。16期ってね、2016年、そう、ん16年デビューです、デビューは2016年の12月8日です。あ、おはようのチョコプリン、絶対それかも、セブンに売ってるやつだよね。明日は寒くなるみたい、お鍋がいいかも。明日寒いんだ、長袖で行った方がいいかな明日そんな長袖で行った方がいいかなとか言って、もうずっと最近長袖だったわ。チョコプリン最高だよね、美味しいよね、チョコプリンめっちゃ大好きだよ。コンビニで温めてもらうわ。なんかレッスン場に行くときに、行きしなに買うときは温めてもらうけど、帰りに家で食べるときは自分家でやってますね。そう、なんかレッスン場の電子レンジは混んでるかもしれないから、だからあのそういう時はあれだけど、プリン食べたい。なんかあとさ、ローソンに寄ったんやけどさ今日、そしたらさ、カヌレがありましたよ、めっちゃ寒い。鍋作って翌朝味噌汁にすると美味しい。ああいいね、次の日に食べるのってめっちゃ美味しい、わかる。あとお雑炊にしたりとかするのも好き。自分がファンになったのはその時だから、ショールームオーディション見てた。ええー、嬉しい、懐かしい。なんかこの前画像整理してたらさ、その当時のショールームのスクショが出てきて、なんか名前とか懐かしくて、どこ行っちゃったのかな、どこ行っちゃったのかなとか言って、やばいやばい、すいません。じゃあ普通に気になる、普通に今元気かなって。あのもちろん今いてくださってる方はマジでありがとうだし、最近好きになってくださった方も本当にありがとう。なんか
何してるのかなって普通に気になる。初回再現してあげよっか。悲しい話で23時やだ。ホットプレートでなんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃじゃないもんじゃした、いいね。じゃあ初めてのショールームいくよ。あ、これできてますかね。16期生の候補生です。27番です。ありがとうございます。本当ですか。服かわいい、ありがとうございます。何歳、18歳です。18歳です。ありがとうございます。好きな食べ物はマグロです。ありがとうございます。名前はまだ言えないんですよ。なので27番とかなんかいいあだ名ありますかね、それで呼んでください。お願いします。ありがとうございます。初見ありがとうございます。ありがとうございます。アピールポイント、風邪をひかないとこです。ありがとうございます。もっと早口、すみません、ありがとうございます。ニーナ、ニーナって呼んでください。お願いします。ニーナちゃん、それにしたいと思う。それでお願いします。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。かわいい、押します。そういうことを言ってもらえるのがすごい初めてなので嬉しいです。ありがとうございます。初見、岡山、ありがとう岡山です。マグロ、好きです。靴下見せて、靴下これです。特技は指パッチンです。岡山です。受かります、ありがとうございます。オーディション頑張ります。頑張り、名前覚えますね、書きますね。覚えてますよ、ありがとうございます。オーディション、初めて受けました。ありがとうございます。こんばんは、初見ですが、ありがとうございます。推薦コメント、ありがとう。推薦コメント、すごいスクショ、これいつまでやろうこれ終わりいつですか。スクショしてます、ありがとうございます。すごく嬉しいです。18歳ですここだけ言ったら嘘だ。もう18歳でも何でもないけど、ありがとうございます。じゃあオーディション頑張ってきます。ありがとうございます。今まで本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ失礼します、ありがとうございます。最終日泣いたんですよ私。ありがとうございます。伝えられないんで手紙に書いてきました本当にこれだったんですよ。なんか最後の配信の時に合格できたらまたみんなと会えるけど、もう落ちたらもう会えないって感じの最後の配信があったんですけど、その時になんか伝えたいことが待って、推薦コメント来たんだけど、懐かしい、ありがとう。昨日か一昨日にも来たの、嬉しかった。泣いちゃうから何も言えないなって思って手紙に書いたの。手紙っていうかスケッチブックで、それを読ましながら私は裏で泣いてましたっていうのが覚えてますすいませんそうなんです。推薦コメント通知来るよ。それでね、なんかそれで最終的に三次審査に通過して、で通過した時にまたショールームをしたんだけど、その時になんか通過しましたみたいな、まだ受かってなくて、その時はまだ仮合格だったんですよ。最初知らなくて、なんか仮合格ってことを知らなくて、仮合格ってなんだろうって思って、そっから落ちちゃうこともあるんだって知ってびっくりして、でみんなはその配信、お礼配信をした時にみんながもうなんかこの子は受かったって多分勘違いってかそう思うじゃないですか。仮ってことをまだ知らなかった、だから必死に仮ってことをめっちゃ説明したの覚えてる。みんなおめでとうとか言うけど、仮なんですよとかずっとカリ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 言ってた気がする。そう、仮面みたいな。そう、通過したメンバーで一斉に配信した時にずっとなんかみんながおめでとうみたいに来るから、ダメ、まだ違うのみたいな、
これでみんなが安心っていうか、みんなに何ていうの、喜び損させちゃうって思って、喜び損させたくないってまでまだなんですってことで、あ、まだ仮ですって言ってた。うん、あ、そう、仮研究生なんか見たことある恥ずかしい。そうかなちゃんが隣だった。こんばんは。そう、あくまで仮なんですってことずっと言ってたの。みんながさ、あの、喜んでくれて嬉しかったんだけど、このあと消えるかもしれないから仮ってずっと言ってました仮合格配信、北海道の善悪行った帰りに見た。あん時先輩方は善悪だったんだ。あ、そうなんだ。へえ。なんかさ、不思議、その時からもうさ、今一緒に活動してる先輩方はもういたんだって思ういたけど、当たり前なんですけど、なんかその時はまだ喋ったことなかったからさ。こんばんは、はじめまして。あ、覚えてますあれ、そうだよね、なんか見たことあると思う。その頃から知ってたかった。いやいや、そんな、もうありがとう、いつでも知ってくれて嬉しいです。もういつでも嬉しいので、その時でも嬉しいし、今知ってくれてる自体嬉しいから。こんばんは。やばい、延長しとるやないかい延長しとるやないかい。こんばんは。11時にランキングしますとか言って6分経っとるやないかい。じゃあぼちぼちやっていこうかと思います。お腹すいちゃった。お腹すいたけど、このまま寝たら明日の朝は希望が待ってるよね料金、延長料金もっと延長希望ぬ、希望ってこと。なんかクエクエ、料金払う、じゃあ払うの私だよ、私が延長してるんだもん私がみんなに払わないと。キャー、当時の自分へ一言お願いします。え、当時の自分に、振り付けは絵に描いて覚えるな、靴下は見せるな、コメントに時差があることに気づけ、強制をさすぐ始めろ、キャッチフレーズちゃんと作れ、ぐらいですかね、ぐらいですかね私時差を知らなくて全部読んでたんですよ、コメント。だからどんどん遅れてたんですけど、それの意味が分からなかったの。時差っていう意味が分かってなくて、何を言ってるんだって思ってて、全部一個ずつ下から全部読んでってたから、そう、え、靴下は私は知らずに、あの、純粋な気持ちで靴下を見せたら、なんか、あの、スカートだったんですよ。だからダメだったみたいで、それなんか知らなくて、靴下見せてっていうのはちょっとなんか、あの、パンチラ的なことを狙ってるらしくて、私は知らなかったの、そんなこと。ただ単に可愛い靴下を見せてたんですよ。それで初めてそれに会って、後で知って泣きました泣き虫こんばんは。そう、初めてだったんで、そういうのが。泣いて、そしたらお母さんに、そんなんだったらこれから先やっていけないよって言われました。めっちゃ覚えてる。配信では泣いてないですけどね、その後に。そう、なんかね、それをね、多分その時になんか、当時はただなんか見えちゃったとかじゃなくてなんか、あの、その時はなんかわざとだろみたいに言われちゃったんですよ。わざとっていうか、なんかやらしいみたいな、わざと、なんかあざといみたいな。それがすごい悲しくて、そんなつもりじゃなかったから、それでめっちゃ泣きました、初めてすごい言われちゃって。そう、純粋だったのかもしれません。いや、今も純粋って言ってください、お願いします岡山出身なの最近知りました、嬉しい。じゃあと1分したら、待ってた、ありがとう。
ありがとう。はなちゃんさん、きょんしー、ありがとう、はなちゃん、嬉しい。ありがとう。きょんしー、タワー、ありがとう。え、ごめん、私がこんな話したから。ごめんね、ありがとうございます。初期配信面白い。今泣けた。もうね、もう強くなりました、私は。もう、ちょっとやそっとのことでは泣きまへん。よいしょ。はなちゃんさん、きょんしー、ありがとう。きょんしー。寒いね。きょんしー、くまちゃん、ありがとう。言うて生誕祭泣くんやろ。それは否めない。悪いけど否めない。え、初めて長く聞いたけど、かいちゃん配信嬉しい。ありがとうございます。やった、かありがとう。香りよりできた。かいちゃんの配信に癒され、ありがとう。私も大人になった、大人になりましたよ。はなちゃん、きょんしーのタワー、ありがとうございます。うれくま、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、ヒゲダンさん、ずっとヒゲ男って言ってた。知らない時、それでなんかみんながヒゲダンって言ってて、なんだろうそれって思ったら、そう、ヒゲダンだった、ヒゲダンさんだったんですよ。読めなくて最初。そう、違うの、知ってたの、歌は知ってて、その歌詞さんの読み方を知らなくて、それを知らなかったから、なんかずっとそう思ってて、そしたら間違ってた。ダンディー、そうなの、いい歌だよね、めっちゃなんかすごいいい歌だ。それではそろそろランキングをしていこうと思います。うちの推しメンも岡山出身なのでよろしくです。よろしくお願いします。嬉しい。一緒だ。ではでは、すいません。約15分、延長しましたことをお詫び申し上げ、あげましょう。あげましょうってなんか、あげまする。よろしくお願いします。全然関係ないけど、小指ぶつけた。大丈夫？大丈夫？小指痛いよね。小指ぶつけたらめっちゃ痛い。延長歓迎ありがとう。あつ森ありがとう。すみません、あつ森と出てしまいました。知ってる、それ TikTok で見た、放送事故スペシャルみたいなので見た。すみません、あつ森と出てしまいました。あつ森遅れてきたから許します。ありがとうございます。嬉しい。明日は皆さん、ついにフェスです。イエーイ、ハロウィンフェス、嬉しいです。嬉しいフェス、楽しみです。楽しみ、みんな同期っていうのもすごく、あ、もちろん全員ではないんですけど、同期がいっぱいなのもすごい嬉しいです。ありがとうございます。びっくりして声変わりしてしまいました。マッシュルームッチさん、タワーありがとうございます。戻んなくなっちゃう、あ、戻った、ありがとう、嬉しい。とっさに声変わりしちゃうんだよね、私。ありがとうございます。これはなんだ、ドラキュマだ、ドラキュマ。マッシュさん、ドラキュマありがとう。え、なんで今日2つもいただいちゃった、なんでなんで。明日衣装も楽しみ。ドラキュマ、あ、ヴァンパイア？ヴァンパイアとドラキュラって、ドラキュラ？ドラキュア？プリキュアか、それ、あれ？プリキュだ？ドラキュア？ヴァンパイ、ドラキュマにしようじゃん。プリキュア、ドラキュア。ドラキュア、クマちゃん。ドラキュア？え、待って、ドラキュアって書いちゃった。なんだこれ？ドラキュマ、ドラキュアク、ドラキュ、ドラキュラか。ドラキュア？ドラキュラだよね。ドラキュアってなんだ？なんかおかしくなったぞ。
ドラキュア混乱しております。ただいま混乱中。 You say 何言っとん I say 分かりません。マッシュルームチさん、ドラキュマタワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。ドラクマ、ドラさん、ドラさん、ドラさん。では今度こそラン、明日行ける感じになったからチケット買え、嬉しい、ありがとう。明日来てくれさる方いるのかな。嬉しい、今お一人見つけて、お一人もっといるか、嬉しい、楽しい。あ、いる、ありがとうございます。いやー、いる、嬉しい。風邪ひかないでくださいね、明日寒いと思うんで暖かくしてお越しくださいね。へっ、あ、え、行きますって方結構いらっしゃる。え、ありがとうございます。平日なのに今日いつにましてマシンガントーク冴えてる、なんでだろう。行きます。あ、行き、ありがとう。仕事頑張ってくださいよ、応援してます。では16分になったので、やばいやばい、ほぼ1時間半やないかい。ランキングを今度こそしていきたいと思います。では行きます。大丈夫バーマル、バカ、あ、バカは風邪ひかないってことか。確かに、だから私風邪ひかないのかも。でもバカじゃないですよ、みんなは、みんなはバカじゃないよ、バカじゃない。なんかかっこよかった今の言い方。では今度こそランキングをしたいと思います。いきます。ランキング詐欺師じゃん私、こんなの訴えられる。クーリングオフ、クーリングオフとはまた違う。では今度こそいきます。第13位はメロディーさんです。ありがとうございます。あ、こんばんは、ありがとうございます。12位はオクタゴンさんです。ありがとうございます。11位はピーちゃんさんです。ありがとうございます。10位は遊びに来た、ありがとう。10位はトラサポさんです。ありがとうございます。9位はアディダッチョンさんです。ありがとうございます。8位はアッキーセブンさんです。ありがとうございます。7位はノブさんです。ありがとうございます。5位はミケネコアットマーキュータンポさんです。ありがとうございます。4位は、あ、間違えた、5位は J さんです。ありがとうございます。4位はゆうま香りの誕生日まであと6日さんです。ありがとうございます。3位はコマネコマニアの G さんです。ありがとうございます。2位はマッシュルームチさんです。ありがとうございます。そして第1位は花ちゃんさんです。ありがとうございます。そして今日は花ちゃんさんがキョンシークマタワー、ありがとうございます。そして次はマッシュルームチさんがドラキュアクマタワーを、ありがとうございます。とっても嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ次はギフトをくださった方の名前を呼びたいと思いますね。今日も消えてたらどうしよう、昨日なんか消えとったんですよね。でも今日は時間あるから最悪消えてたらみんなに教えてもらおう。昨日はギリギリだったから間に合わなくてすいません。ではいきます。待って、今日もなんか消えてる、もしかしてなんか消えてる気がする、絶対消えてる気がするよ。なんかいつもと名前の感じが違う気がする、順番のか、順番覚えてるわけじゃないけど、なんか毎日読んでたら順番をなんとなくわかるじゃないですか。それがなんかまず違う気がするけど、とりあえず行こう、読みます。ピーちゃんさん、マイケル・ジョーダンさん、ヒロ16さん、ユーマさん、ライダーさん、リョウさん、ノブさん、マッシュルームチさん、コマネコマニアのジーさん、ダイチさん、パーフォリンさん、ハナちゃんさん、ジェイさん、ヤナタケシアットマカオリちゃん、ほんとかわいいなさん、新規親父さん、タツさん、ノブさん、オクタゴンさん、フミオさん、オダさん、ミットちゃんさん、タルタルさん、ウッホウッホさん、アッキーセブンさん、フミオさん、クリンピーさん、ノンタさん、アディラちゃんさん、キナちゃんさん、ウズイ天元さん、読み方もと違ったらごめんなさい。骨髄の髄ですか、これ。
うずい天元さん、ひーちゃんアットマークつむじさん、ととさん、ふみおさん、マッシュルームっちさん、マイスキーさん、かずなりさん、ダークナイトさん、ポンタ428さん、たかひでさん、ムハンマドハビービーマンナンさん、はなちゃんさん、アディダッチョンさん、矢野たけしアットマークわれちゃんほんとかわいいなさん、新居おやじさん、クロドイコールルシルフェルさん、ミットちゃんさん、バルスアットマークピョンズさん、青いかっこチーム美容師さん、ふみわさん、クリンピーさん、きなこもちさん、トンボさん、みけねこアットマークゆたんぽさん、中川くんさん、増田さんさん、ふみおさん、ぴーちゃんさん、渋谷じゅんさん、社交ダンサーさん、ペンギンヒップアットマークあやみんさん、マイスキーさん、うっちさん、さやりーまるさん、くのけんさん、メロディーさん、こまねこマニアのじいさん、ことはんさん、なめこさん、りかさん、ゆっちっちーさん、ザキヤマさん、ふみおさん、こじやすさん、ぴーちゃんさん、水族館さん、こまねこマニアのじいさん、とんぼさん、としのりさん、ターボーさん、元祖ゆうてぃアットマーク花のシャワー生まれさん、キムリーさん、YM パセリーズさん、はなちゃんさん、トラサポさん、パンチョさん、マーボーさん、マッシュルームチさん、ヒロシさん、イル6番さん、トモさん、トラップさん、トキオさん、メガネさん、タカさん、翼はなんちゃらさん、ノンタさん、ヨックンカッコタカノチさん、ユッチッチーさん、ハヤトさん、ナオさん、ヒロユキさん、アツシアットマークズンカオシさん、ターさんさん、メロディーさん、ハシモちゃんアットマーク、メイプルメイト、ユキフレー、あ、うん、切れちゃってる。ハシモちゃんさん、ごめんね、切れてる。さん、日高浩二さん、まこさん、あずまんさん、あののさん、うらかんさん、とろさん、新規おやじさん、だらぎやさんです。ギフト、ありがとうございます。どう？消えてなさそう？大丈夫かな？もし消えてたら言ってください。お願いします。ギフト、ありがとうございます。初見、ありがとう。嬉しい。くるくる、あ、くるくるとか言って、裏めっちゃ汚いから見せられないんだった、ほら。ギフト、ありがとうございます。嬉しいです。いや、消えてた、ごめん。日高浩二さん、ごめんなさい。でも、だいぶ読めた気がする。他にはいるかな。大丈夫そう？呼ばれた？見せてるやん。裏はこんな汚いけど、表はこんなに可愛いんだよ。こんばんは、初見です。え、絶対初見じゃないですよ。覚えてるよ。え、ただの打ち間違いだったらごめんね。あ、ありがとう。あ、ごめんね。あ、見えた名前全部。メイプルメイト、ユキフレンズ、エリポン、ユーカさん。なんでだろう、こっちで見たら名前見れるのにさ、こっちのさ、いや、ギットのとこで見たらさ、見え、なんか、全部見えなくなってる名前。なんでだ？コメントの名前は見えるんだけどね。ギフトの名前が全部見えないんだよね。明日の占いだ。明日のラッキー占いは、どうしようかな。ハロウィン。16期、あ、ラッキー掛け算は 8×2 です。どんな占いやねん。こんばんは。8×2 っていう計算するとラッキーになるのかな？多分。なるので、あ、4×4 でもいいな。まあ、8×2。お、計算してみてください。はい。どんな占い？今しました。あ、早い。匂わせ？匂わせじゃない。もう匂ってますよね、だって。もう、これは匂ってますよ、皆さん。もう、メンバー発表されてるから。そう。かおりちゃん、ストレートヘアかわいい。ありがとう。そう、16。です。それだ。皆さん。今日、なんかすごい延長して、なんかほぼ1時間半やっとるやないかい、みたいな感じなんですけど、ありがとうございました。今日も楽しかったです。明日もショールーム見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。では皆さん今日も本当に一日お疲れ様。あ、フォローありがとう。嬉しい。一日お疲れ様でした。明日は、なんか水曜日ですかにね。曜日不安定すぎ。水曜日なんですけども、水曜日は皆さんが楽しく過ごせるように応援してます。今日もうちの応援をしてくださったり、あのメール読んでくださったり、ショールーム見てコメントくださったり、ギフトくださったり、本当にありがとうございました。また、今日ゆっくり眠れる方はゆっくり寝て、やることがある方とか夜勤とか
ある方は頑張ってください。応援してます。かたじけない全然ごめんね。よろしくお願い、よろしくお願い、インナーエクステ。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢見てん。え、ちきはヤクルト800だけ、あ、1000か、ヤクルト800でちょっと足りないわ。ヤクルト1000を飲んだので、あの、多分めっちゃいい夢見るかもしれません。それでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。800もある？ない、そんなの。モンゴル800か、そうだ、モンゴル800だ。それではバイバーイ、ありがとうございました。では失礼します。バイバーイ、おやすみなさい。バイバーイ、ありがとうございました。よっ、じゃあさようなら。